ジャーマンハウンドは、ドイツ原産のセントハウンド犬種の一つである。別名はドイチェブラッケ、ドイチェサウアーランドブラッケ、オルプハウンド。ドイツの古いケルト系犬種の子孫で、ウェストファリアンハウンドという犬種が元になっていると言われている。元々スタンダードは統一されておらず、犬種名も不統一であったが、1896年に犬種クラブが設立され、スタンダードの統一が開始された。 1900年に犬種名が統一され、スタンダードが完成した。フシーには1955年に公認登録されている。主に、ノウサギ、鹿、キツネのセントハントに用いられ、パックで獲物の匂いを追跡する。通常の獲物の匂いを追跡するほか、ハ半ヤになってしまい流血して逃走した獲物の匂いを追跡するのにも用いられる。 通常の獲物を追跡する際には主人に自らの居場所を知らせるために時々吠えながら追跡を行うが流血した獲物を追跡する際には吠え声を出さずに静かに追跡を行う。流血した獲物を静かに追うのは刺激して暴れさせることで体に血が回り肉の味が落ち劣化するのを防ぐためとこれ以上獲物が苦しまないように負担を 軽減させるという二つの理由によるものである。なお、本種は基本的に獲物の匂いを追跡することのみが仕事で、獲物を自ら仕留めることはしない。とどめは主人が猟銃で刺す。このため、猟犬種にありがちな気難しい猟犬気質はあまり高められることがなく、比較的扱いやすいように改良されている。現在もドイツでは非常に人気のある猟犬種で、 多数が人猟犬として飼育されている。時々ショードッグやペットとしても飼われている。世界的にも知名度があり、ヨーロッパではショードッグとして人気がある。典型的なセントハウンド犬種の一つで、フォックスハウンドによく似た犬だが、混ぜると足はもっと長く、どうも少し長めでそれより身が細い。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、体力が多く嗅覚が優れている。 山岳地帯も難なく駆け回り、追跡中に川に差し掛かっても泳ぎながら、匂いをたどっていくことができる。耳は垂れ耳、尾は太めの垂れ尾。コートはスムースコートで、毛色はン、白、黒の3色が入ったトライカラーなど。体高40から53センチメートル、体重20キログラム前後の中型犬で、性格は忠実で優しく仕事熱心だが、警戒心が強い。 初対面の人や犬に対しては警戒心を抱くが、馴染めば友好的に接する。両犬種だが性格はきつすぎず、頑固な面はない。しつけの飲み込みは普通で、状況判断力は高い。スタミナは多いが、運動量は普通である。ただし、獲物の匂いを追跡することが大好きなため、散歩の時間は必然的に長くなる傾向にある。かかりやすい病気は、 関節疾患などがある。ありがとうございます。